本日は開成高校をご卒業され、現在はケンブリッジ大学で経済学を専攻されている高木さんに特別ゲストとしてお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私は2023年に開成高校を卒業して、まあ現在はケンブリッジ大学のえっと一年生として経済学を学んでおります。開成に入るのは本当にまあすごいと思うんですけども、あのいつから開成に進学したいという思いが芽生えたんでしょうか。 もともと親の方針で中学受験をしようという話になってたんですけれども、まあ、その志望校を決める段階で、やはりいろんな高校を見に行こうということで、まあ、それこそ御三家の麻布高校だったり、様々な高校を見たんですけれども、一番心を惹かれたのが改正の運動会でして、まあ、その棒倒しであったりだとか、結構その激しめの競技をしたりするんですけれども、まあ、それを見てそのたくましさというか、まあ、その団結力だったり、まあ、そういったものに憧れを抱き、改正高校を志望したという流れになります。 どこかなんか塾に通われたんですか王道ではありますかサピックスというまあ大手の塾に通って、でまあ、その家族の支えとか、家族のサポート、まあ、家族にその勉強を教えてもらったこともありますけれども、まあ、それでまあ合格させていただいたという形ですね。基本的に改正は、ですね、あの東京大学に進学される同級生がまあ相当多いと思いますけれども、あの海外大学に進学する方もおられるんでしょうかいいるにに、はいますね。特にあの 私の学年は基本的にコロナがあったので、やはり海外についてはちょっと内向きな雰囲気がございまして、まあ、学年で2人ですかね。で、もう1人は一応プリンストン大学には進学したんですけれども、まあ、ただ例年5人から10人ぐらいは海外を志望するということでして、で、またこの数自体も、その、まあ、柳沢前校長もそうですし、野水校長もまあ取り組んでおられることですので、数は伸びると思いますね。 そもそも海外大学志向になったのは、あのこれ、一体どういったきっかけで、いつ頃だったんでしょうか実は私も高校1年生の夏ぐらいまでは全然海外なんて考えてなくて、で、まあ、それこそ英語も特に全然得意ではなかったので、まあ、全然喋るとることもなかったんですけれども、そのコロナ禍でちょっと時間がありまして、でいろいろ自分のやりたいこととか考えていくうちに、 まあ、ケンブリッジのカリキュラムを知ったりとか、自分がやりたいことをするなら、ケンブリッジに行くっていう決断をここでした方がいいなとか、まあ、そういったものが募っていって、まあ、最終的にはまあ決断をして、で、まあ、最初は英語ですね、英語から取り組んでという形でした。ご両親とあの担任の先生にあの、海外大学に進学したいと伝えた時の反応と、なんかどのように説得したか教えてください。 まあやっぱり一番初めは驚かれますし特にその心配に思ってくださるそういう気持ちからやっぱり反対されるっていうこともあったんですけれども、まあ、でもやはり自分のやりたいことっていうのをやっぱり自分にしっかりと伝えてそのために生きたいんだっていうそういうまあ自分の何のて言うんですか意思をしっかりと伝えれば最終的には応援してくださったという形になります。<music>